おはようございます。今さっき起きたところなんですけども、今日はですね、今から朝食を作ります。ということで、僕がですね、毎日食べている原料食の一部を今日はですね、ご紹介したいと思います。その食材はね、こちらなんですけど、卵3個と、あとオートミール、これね 80g なんですけど、これは僕は毎朝食べてます。で、あと、これね、鶏の胸肉なんですけど、これも一応、これをね、食べた後に、ちょっとこう、間食みたいな感じで食べますので、まあ、これも一緒に調理していきたいと思います。じゃあまずフライパンを火にかけて、温まってる間に、卵をね、入れます。割りにくこれ。入っちゃった。フライパンが温まったのでオリーブオイルをちょろっと垂らします。でティッシュでねこうひゃーっとなじませる。でここに卵を入れます。どれぐらい混ぜるのが目安ですか？一応ねもう完全に白身と黄身がこう混ざるまで、で入れたらすぐに箸でかき混ぜて、よいしょ。かき混ぜて、このぐらい。このぐらいで、ちょっと危ないよ。危ないよ。で、こう、縁からね、丸めていく。よいしょ。こういうのってコツとかってあるの？素早くやるでここでくっつくから、でころってね、こんな感じ。そうするとちょっとこれプルプルな感じになるでしょ。で味付けは塩コショウ。かけすぎには要注意はい、これで卵が完成です。じゃあ次にさっき卵を入れたね器にオートミールを入れて、で水を入れます。量はこのぐらいです。まあこれ適当ですけどね、大体このぐらいで、一応これ器ね、ラーメンの器なんですけど、まあ、このぐらいの大きさじゃないと 80g って結構な量になるので、なんかいつも僕はこれを使ってます。じゃあこれをね電子レンジに入れて 600W で、3分40秒。じゃあこのオートミールをレンジしている間に、次はねこの鶏肉を入れたいと思います。まず鍋に水を入れて、水はちょっと多めで、でこれを火にかけます。で沸騰するまで待つと。でその間にこの鶏肉をですね、ちょっと下ごしらえってことじゃないんですけど、周りについてる汁をね少し洗い流します。完全になくなるぐらいまで、まあ、表面のヌルヌルが取れればね OK で、これでちょっと置いといて、オートミールは今ね残り20秒ぐらいなんですけど、こんな感じでちょっと分かりにくいけど膨れてくるんですよ。分かるこっちのカメラだけなんか湯気でねもう見えなくなっちゃってるんで、はい出来上がったらこんな感じです。膨れてね。で味付けは、塩です。塩をねこのぐらい、スプーン1杯分。そうだね、ちょっと岩塩みたいな塩なんで少し入れても結構味がついちゃうんだけど、まあ、この辺はちょっと好みで、もし足りなかったら付け足すっていう感じです。で混ぜちゃって、はい、これで完成です。で、オートミールが出来上がった頃に、お湯が沸騰するので、ここに、さっきの鶏肉を入れちゃいます。入れる前にね、もう火止めて、でそのままドバッと入れて、ほぐす。茹でてるのこれ？そう、余熱で茹でる。この状態で、ちょっと大きさ見ながらなんだけど、こんな感じ、このぐらいの大きさで4分茹でます。茹でるじゃない、余熱で温めます。はい、4分経ちました。で一応ね確認します。こんな感じで箸で割ってみて、ね、これで熱が通ってるからこれをさっきのざるにあげる。はい、これで朝食が完成しました。こちらです。これがね一応毎朝食べてるメニューなんですけど、今日はね休みということでこれは一応全部朝食べるんですけど、普段はこれが朝食でこっちはねお弁当で持って行って間食で食べてます。大体半分に分けて、これをお昼前でこれを、トレーニング前みたいな感じで一応お弁当で持って行ってます。茹でるとねパサパサになる鶏肉も余熱で温めると結構ねふっくら仕上がるんですよ。こんな感じでね。好きだよね。うん、美味しい。ということでまずは卵から食べてみます。中身はね割るとこんな感じでちょっとふわふわになってるんですけど、で最初に僕はねいつも卵から食べます。いただきますよ、忘れた。いただきます。で半分ぐらい食べるんですよ。このふわとろオムレツも結構美味しいので、まずこれだけで味を楽しんでから、でこれをこっちにねドバッと残ったのを入れちゃいます。でかき混ぜる。一応両方とも味付いてるのでこんな感じで、見た目悪いですけどなんかチャーハンがドロドロになってるやつそうだよね。よしと、こんな感じです。結構ね塩味効いてて僕は美味しいんですけどおすすめかって言われるとちょっと何とも言えない調理法ですけどね。これ食べていい？いいよ。いただきます。はい、うん、美味しい。美味しい。なんかオートミールの味はそこまでだけど、もう卵の黄身の味が。ああ、そっか。卵入れた方が美味しいよね、やっぱり。以前いただいたコメントで、オートミールのなんか美味しい食べ方ありませんかっていうご質問いただいてたんですけども、僕はこんな感じの。シンプルな味付けで食べることが多いですね。私知ってるよ、美味しいの。本当。何何。ちょっと結構昔だったね。細かい分量とかいつも目分量だったんだけど、オートミールもっとね私の場合はもっと仕上がりがドロドロだね。もうちょっと水多めにして。水多め。そうそうそう。でクノールカップスープをボンって投入するの。コーンスープってこと？そうそうそう。ポタージュとか気分で嗅いでたけど、私はコーンスープが一番美味しかった。ほんで一緒にチーンってやると、もっと本当にもうちょっとおかゆっぽいかな。お雑炊って感じかな。お雑炊とおかゆの間ぐらい。カップスープって粉でしょ、もともとは。粉のまんまで。細かい作り方は覚えてないけど、もしかして最初に水とオートミールで1分とかなんかやって、ある程度ちょっととろみをつけてから。てか温まってから水、完全に水だと分離しちゃうからさ、ほんで入れてまた30秒のが多分そんな感じだったと思う。いつもほんと適当にやってたからさ、なのですごい美味しい。でお腹も膨れるし結構量が出て、ダイエット中にね私が編み出したやつ学生時代にねだそうです。よかったら参考にしてみてください。ぜひお試しはい、という感じで今日は僕が普段食べてる朝食メニューをですね、作り方とともにご紹介させていただきました。で、減量食はね、今日はここまでで、この後、チートデイにしようと思っていて、何か好きなものを食べようと思ってるんですけども、何を食べるかまだ決めてないんですけど、出かけた先で、なんかね、選んでみたいと思います。見てたら食べたいって言い出したので、同じやつを作ってみました。どう？これ減量食だけどね。というとダイエットするときに食べるやつ。じゃあ太ったらこれ毎日食べればいいね。あ、でもまあ量が多いから一応同じ量作ったんですけど、はい、いいね。ボディビルダーに向いてるかもしれない頑張ってみようかな。場内の案内表示に従ってご入場ください。近所にある名鉄パレにやってきました。ここはね、西原駅のすぐ横にあるんですけども電車来ないからです。奥にもなんか止まってる。今日はここにあるパン屋さんで何か菓子パンを買って食べようかなと思います。いっぱいになったね。いっちゃったはい、ということで、こちらを買ってきました。今からね、車の中で息子と一緒に食べたいと思います。ちょうどこのね、名鉄の線路の沿線に、止めれるスペースがあったので、ここで見学しながらね、食べたいと思います。で、僕が買ったのはこの4種類です。じゃあまずはこのカスタードパンからいきます。僕はこのガーリックのフランスパンからいきます。いただきます。いきます。かっうまっ。5700円だね。あれ LED にしたら3500円とか。なんかドアの開閉音が JR になってるんだよね。1個目完食。2つ目はこちらです。チーズパン。カスタードクリームが中に入ってる。ちょっと甘い。はい、2個目完食。もうすぐで1個まだそんだけ。じゃあ3つ目はこちら。ブルーベリーの中になんかクリームチーズが入ってるみたいです。見てて。はい。お、すっげえブルーベリー。わお。3つ目完食。早い。はい、じゃあ最後はカレーパンです。3つ甘いのが続いたから、最後は甘くないので締めたいと思います。おお。うん。綺麗だね。うん。なんかテカってるね。うん。洗車したのかな。おいしい。カレーパン美味しい。やっと1個食べ終わったから、今度はこのチーズパン食べようと思います。よし、最後の一口。はい。はい、ごちそうさまでした。全部で4つ。食べましたけど、まあ、自分の感覚としては腹6分目ぐらいかなっていう感じで、あと 2、3 個はいけると思うけど、まあ、この辺でやめときます。あ、練習来た。はい、という感じで今日は、朝の減量食とあと、ある日のチートデーのメニューということでね、全く正反対の食べ物ですけどもご紹介させていただきました。明日はね多分体重が増えると思うんですけども、それがね、週末にかけていって、落ちていってですね、来週の日曜日今日より、体重が順調に落ちていけば来週もですね何かチートデーで食べてみようかななんて思ってるんですけども、その辺はちょっと様子を見つつっていう感じでねじゃあパンごちそうさまでしたこちらこそ撮影ありがとうございましたはい、ということで、今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。